情報屋のジジイから大きな声では言えないが空気椅子の状態でこち亀全巻を持たされ一巻でもこち亀を落とした瞬間見張り役の土屋アンナに口に下水道の水ぶち込まれるプレイがある70でどうだとスラム街の路地で話しかけられ口に入れられるのを下水道の水から土屋アンナのしょんべんに変えられるかそれなら90出すと交渉する俺あんたは人が悪いな今回だけだ変化してもらうよと交渉を成功させタバコを加え火をつけながら悪いな助かるよと俺を言いたい完遂してないじゃんめちゃめちゃ面白いじゃんいいじゃないこれハードボイルドがいいねちょっとあの文章がちょっともうちょっと綺麗だったらよかったけどアイデアいいでしょこれエンジェルあげときましょうおエンジェル出ますね